オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、貞本風磨です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの方が来てくださって、もう本当に朝から夜までずっと皆さん来てくださったのですごく嬉しかったですし、はい、初めてのカレンダーがこんなにいろんな人に届いたんだなと思うと嬉しい気持ちでいっぱいでございます。こちらでございます。なんか自分のゆかりの地でいつもお世話になっているメイクさんとスタイリストさんに用意してもらって、僕的にはすごいかっこいい出来になってますし、カレンダーになるって役者を目指して上京してきて役者として売れたいって思ってましたけど、カレンダー出したいなんてその時は思ってないですし、自分のカレンダーができることをこう想像してなかったので、すごくなんか不思議な気持ちというか、お父さんにもお母さんにもこう自慢したいなというかはい、家で使ってほしいなって思って、なんて言うんでしょうね、夢見心地です。そうですね、今日も来てくださった皆さんいろいろ言ってくださってたんですけど、2月と11月かな、11月がこんな感じで、そのスーツ貞本4枚セット、はい、こちらでございます。2月がこんな感じです。はい、ちょっとこうオフな貞本って感じですかね。あんまり撮影でメガネを使ったこともなかったので新鮮でした。そうですね、なんだろうな、あっという間だったなって思うんですけど、初心をすごい思い出したなっていう1年だったかなって思いますね。作品だったりいろんな人と関わってる時になんか昔をすごい思い出したというか、なんかあの時のギラギラだった気持ちとか、うん、なんか改めてこう一緒にみんなと一緒にこう作品を作り上げてるんだなっていうのをなんか感じて、初心を思い出しました。そうですね、来月はバースデーイベントが控えていますので、はい、そちらでもっともっと皆さんと楽しい時間を過ごせたらなと思うんですけども、はい、そして12月からは舞台「呪術廻戦」の第2弾が開演されるということで、はい、台本もね読みまして、これは前作以上にすごいことになるんじゃないかなって思っておりますので、はい、そちらも期待を超えれるように頑張りたいなって思っております。前回よりもこう戦うシーンとかも増えてくると思うので、そのアクション的な部分でも楽しんでもらえるんじゃないかなと思っております。個人的に長袖の服が家にあまりなくて、今ちょっときついんですね長袖を買うはい、冬に備えて長袖を買う、これを頑張りたいと思いますやり残したことというか、やらなければいけない、はい。改めてイベントにお越しくださった皆様、本当にありがとうございました。僕のカレンダー初めてです。ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。